ホームチャンネル。はい、ベッセルホテルの紹介をしたいと思います。朝食、駐車場が無料で18歳以下のお子様が添い寝無料です。高校生のお子さんでも無料ってすごいですよね。それでは入ってみたいと思います。宿泊者はウェルカムドリンクで飲み物が無料ということなんですけども、あ、これか、これが無料で飲めるみたいです。12時から夜の11時まで飲めます。いいですね。1211、こちらに泊まってるんですけど、ちょっと部屋の紹介をしたいと思います。まず入ってですね、こんな感じでまずカードキーを入れまして、そうすると電気をつけます。で、入って右にはこの部屋のちょっと匂う、いい香りのやつ、清水イカ見えますか。がありまして、ちょっと保水圧とスリッパで、こっちはこんな感じになってまして、で、入るとこういう部屋の感じです。テーブル、ダブルベッドが2つ、そしてここに洗面所があります。で、エアコンで、洗面所にこれティッシュがあり、これはフェイス、ハンド、シェービング全部のやつですね。すごいいい香りのやつです、ポーラので。コップがあって、ここにもこうやってコンセントが2つあります。で、歯ブラシが2つあって、ヒゲ剃りとかはですね、カウンターでセルフで持ってきてください、綿棒とかで。ここの水は飲めます。部屋からは禁止で、ドライヤーもナショナルのがこうあります。で、ここはですね、バスルームになってましてで、これ、便器、ウォシュレットの便器があり、タオル、バスタオル、そしてシャワーはこんな感じです。シャワーカーテンがこんな感じで、ここにもですね、非常にいい香りのこのポーラのこういうシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがあります。こんな感じ、いい香りです、すごく。これで、長期の方はですね、これで洗濯が干せます。ここでグーッて引っ張って、ここにかけて、そしてですね、まずここでモーニングコールとかもできます。ペンとメモで、僕はここでカップラーメン作りました。でですね、ここの今開けてみたんですけど、これがあります、充電器、こんな感じが入ってます。そしてテレビがありまして、普通のチャンネルは無料で見れて、有料チャンネルはなんかあるみたいです。で、お茶があって、で、引き出しがこんな感じで、部屋着があります。で、冷蔵庫もあります。これオンオフやってくださいオフになってますんで。そして2階からの眺めはこんな感じです。あ、天気いいな今日。
でベッドもすごい広くて長いです。180センチぐらいの身長だと全然大丈夫です。そしてマッサージとかも受けることできます。こんな感じで、ここでライト、ここ調節できます。はい、こんな感じです。ベッセルホテル神田、ぜひですね、本当に快適なので、で朝食もですね、朝食会場の動画も上げてますんで、ぜひ参考にしてみてください。ではちょっと今忙しいので、また出かけたいと思います。以上がベッセルホテル神田の部屋紹介でした。ありがとうございました。